こんにちは、サタデーマガジン、マハラジャ、シャンデリア、イルボックス。こんにちは、アズモトオルです。今回は、セブンイレブンでガリガリ君ゴールデンパインを買ってきましたので、これを食べたいと思います。ガリガリ君ゴールデンパイン。そして、メロンクリームソーダを買いました。110円。メロンクリームソーダ、これを食べて飲みたいと思います。ガリガリ君ゴールデンパイン。お次が、今日の日付は2014年7月21日です。日曜日、気温は32度あります。今週から30度を超えるようになっています。パインの味がします。パインの甘さが香ばしくです。H1A1C が 6.6 になりました。6.6。標準値です。6.0 未満にしたいので、頑張ります。コンビニはかき氷屋さんです。あと冷蔵庫みかんもありました。これは160円します。これは120円。ソーダ味だと87円。コンビニはかき氷屋さんです。ああ、聞いてくるわ。ガリ君あんまり当たりませんね。当たるともう一本もらいます。やっぱりかき氷美味しいですね。パインの甘さが広がります。ゴールデンパイン甘いよ。これ血糖値上がる。さあ、メロンクリームソーダです。110円。バニラ香るメロンクリームソーダ 500ml 炭酸飲料、新発売ですね。
メロンクリームソーダ。あ、炭酸だわこれ。あ、ちょちょちょ、甘いっすねこれも。冷たくて美味しい。ああ、冷たい炭酸飲料も美味しいですね。皆さん、さようなら。